銀と今回の聞きどころは待ってましたあのコーナーハラハラはいらない。そんなこんなで始まります。411回始まりました。はい、はい、今回は映画でおしゃべりのコーナーをお送りしますよ。はい、みんな話したいことがいっぱいあると思いますが、その前に恒例のコーナーいきます。ゆかちゃん、さとみんに聞いてみたいこと。バラの花束もらったことある？うん、今回の映画で花束をもらうシーン出てきたもんね。そうですね。さあどうですか？松尾あります。お地元にいた頃なんですけれど、お誕生日の時にもらってありがとうってもらいましたけど、うん、もうすぐ東京に来ることが決まってたんですよね、その時期。なのでありがとうと花だけいただきました気持ちはいただかずね。遠距離は無理というか、ね、ちょっと厳しいよねみたいな。そっか、お花だけいただきました。さとみんは？田中はもらったことないです。憧れはあるんですけどね。ほうなるほどね。しほりんは？私にはもらったことはある、うん、でも手渡しされたことはない。ほう。私この場を借りて声を大にして言いたい、うん、バラの花束家の前に置くのはやめて。何それ、やだよね。そうですね。お手紙とかは入ってはいた。お手紙ある。あ、じゃあ誰かはわかる、うん、もうね、親になんて言っていいか。うん、そうですよねしかもね、告白と同時に振られたの。どういうこと？好きだったのにあんなことをするなんてもういいですって。うん、え、くれたけれどもそういう風に言われたってこと？うんうん、もうポカーンって。うん、はあ、なんかイメージと違うことしたんだろうね。まあ友達だったから振られたショックはなかったんだけど、家族に突っ込まれて困りました。バラの花束家の前に置くのはやめた方がいいです。はい、そりゃそうですよねやっぱり手渡しです。その点ではこの映画バッチリ決まってました。まさに女の子の憧れです。ということで今回も楽しくお送りしたいと思います。各週金曜更新。銀プロメンバーの楽しいトークはどう？略して金銀どう。お相手は庭しほり、松尾ゆか、田中さとみです。皆さん最後まで楽しんでくださいね。この番組は銀プロダクションの協力でお送りします。映画でおしゃべり。このコーナーは一本の映画を見て3人で楽しくおしゃべりするコーナーです。はい、今回取り上げたのは2018年3月公開、平野翔くんと平優奈ちゃんダブル主演の映画ハニー。キング&プリンスが CD デビューする直前に公開された映画です。とにかく主演の2人がかっこよくって可愛かった、うん、あらすじは幼い頃に両親を事故で失い、優しいおじの宗介に育てられた奈緒はビビリでヘタレな女子高生。不良が大の苦手な奈緒は高校入学早々髪を真っ赤に染め、鋭い目つきで超不良とみんなに恐れられているお店に、俺と結婚を前提に付き合ってくださいと告白される。おじの宗介に憧れながらもビビって告白を断れなかった奈緒は、お偽と付き合う羽目に。初めはお偽の行動一つ一つにビビりまくる奈緒だったが、実はお偽が人一倍優しく純粋だと知り、今まで感じたことのなかった思いが芽生え始める。突然のプロポーズから始まる初恋。
鬼キュンなラブストーリーです。はい、この映画見てね、私謎が解けたの。トーク番組にね、平野翔くんが出ると横浜流星くんと大の仲良しですって話が出るの。そして横浜流星くんの方もトーク番組で平野翔くんと大の仲良しですって言ってたの。でもどの作品で共演したのかなって全然思い浮かばなかったの、うん、数年謎だったんだけど、この映画を見てこれだったのか、うん、はい、親友になる役どころから実際に親友になったんだって謎が解けてすっきり、はい、なのでこの映画私二重丸です。そこ嘘嘘冗談、よっぽどすっきりしたんだなっていう。はい、すっきりしました。それは良かったです。すいません、私事でした。さあ、映画の内容に関する丸×三角いきたいと思います。の前に言い忘れてましたが、ここからネタバレバンバンします。やだよっていう方は一旦止めて映画を見てください。ではお聞きします。映画ハニー、丸三角×どれ。松尾、うん、悩みに悩んでの三角。三角、うん、はい。庭も三角、田中も三角です。おー、揃ったっていうか、さとみんが三角って珍しくない？さとみん理由教えて。田中三角の理由なんですけど、うん、胸キュンシーンとかクスッと笑えるところとかあって、うん、いいなと思ったんですけど、うん、若干話の展開が早すぎて、うん、ちょっと、うん、自分の感情が追いつかなかったところとか、うん、あれもうこんなくっつくのみたいなところとかがあったりしたので、うん、三角になりました。ゆかちゃんは？松尾もほぼほぼさとみんと似たような感じです。やっぱり展開が早くって、私の基準がすごく集中して入り込んで見られるか見られないかっていうところが一番重きなんですけど、うん、展開も早いし、あとツッコミどころがいろんなところで満載で、なんかそういうツッコミをしたりとかしてたんであんまり集中できなかったんですよね、うん、でもこのシーンいいなとかっていうところがあったので、うん、三角です。おにせくん、ここぞという時にキュッと抱きしめてくれる、そういうとこキュンキュンしました。私調べたんだけど、映画の原作のコミック8巻まであるの。やっぱり8巻を104分にまとめるのは難しいよね。そういうことか。そう、その原作があるなら原作を見たいなって思いました、うん、心の機微とかそういうところが、うん、読めばわかるんだろうなって思いながら。キュンキュンシーンいっぱいだったんだけど、やっぱりラブストーリーの醍醐味、うん、私のこと本当に好きなのかな、あの子の方が好きなんじゃないのかなっていうハラハラ、うん、がもうちょっと欲しかった。そうですね、なんか心のやり取りというか心の機微的な重なり合いがちょっと少なかったかなっていう感じでしたね。って思ったの、うん、この映画は2回見るべし。ほう、1回目はストーリー展開が気になる、うん、でも2回目それがなくなると、あー、こんなところでこんな顔してたの、かわいい、かっこいいって、うーん、1回目見逃してたキュンキュンシーンが発見できます。なので2回見ましょう。3人揃って三角か、ないものねだりっていうか刺激を求めちゃうよね。うーん、後半戦では、うん、3人それぞれ気に入ったキュンキュンシーンについて語りたいと思います。はい、ではここでちょっと休憩。キンキンゴー、どんちゃんです。さとみんね、あれ買っちゃったんだって。まだまだ続くよ、映画でおしゃべり後半戦。はい、前回前々回のゆかちゃん私に続き、さとみんも買っちゃったんだ。買いました。あの、うん、劇場版呪術廻戦ゼロの DVD を買いました。はい、映画をやってる時から多分買うだろうなと思ってたんですけど、うんうん、やっぱり我慢できずに買っちゃいました。特典映像とかってついてる？ついてるのを買いました。うん、特典いろいろあって、集
私が買ったのちょっと豪華版っていういろいろついてるのを買っちゃったんですけど、うん、それが、はい、いろいろ PV とか CM とかの映像とかあとオーディオコメンタリーとかついてるの、うん、プラスなんかちょっとグッズがついてるやつを買っちゃったんで、うん、ちょっとお高いのを買いました。でも大好きなものだったらね、うん、かける価値あります、うん、やったね。やっちゃいました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 。いいよいいことだよ、うん、そういうところで発散しないと、うん、じゃあ幸せをかみしめてるんだ。はい。全開の笑顔ですもんね。うん、これぞご機嫌ってやつだね。よかったよかった。では映画でおしゃべりに戻ります。今回取り上げているのは2018年公開の映画ハニー。はい、後半戦はみんなが気に入ったキュンキュンシーンについて語りたいと思います。じゃあ松尾からいく。はい、松尾はオニセくんが、うん、勉強教えてってなあちゃんに LINE をした時、うん、お返事来ないな、既読ついてるのにって言いながらめっちゃ電波を探してたところが私の中では可愛くてキュンキュンしてました。可愛いって、何その探し方って、現代人じゃないって思いながら。そこ一押しですね。可愛い、確かに可愛かった。そうやって電波探してる人を久しぶりに見たのでもうより一層笑ったし、可愛いしでキュンとしました。恋するがゆえの行動だよね。うん。さとみんは？田中はなおちゃんからの2回目の告白の時に、もしまだ好きでいてくれたらって言った後にギュッてこうハグしてくれたシーンがもう身長差も相まってすごいキュンとしちゃって、もうあのシーンが本当にめちゃくちゃ一番胸キュンしました。身長差いいよね。はい、しほりんは？私はラブストーリーとはちょっとずれるんだけど、うん、おにせくんが告白するために体育館裏に呼び出すとき、いきなりなおの教室にやってきて、周りのみんなもビビってる中、小暮なおって名前を呼んだ後、平優奈ちゃんが目をつむって、違いますって言った顔にハートを射抜かれました。確かにあれ可愛かった。違いますってって思いながら。笑えるし可愛いし可愛かった、はい、個人的に、うんうん、心をつかまれました。それを言ってしまえば私もさっきのあのおにせくん電波事件じゃない事件じゃないか電波探しますってあれは恋してるがゆえの行動だから、まあまあ、そうかそうか、うん、あじゃあ、うん、そうかも、うん、この違いますはまた別枠だから。確かに別枠ですね。うん、可愛かった。随所に可愛い表情いっぱいあったんだけど、この作品映画の真ん中ぐらいに出てくる付き合いたての2人のデートシーンとエンディングのその後のみんなの様子、うん、あそこにキュンキュンシーンは集約されてたよね。そうですね、私もあのエンディングのいろいろのこの先というか、あれはすごい楽しみました、うん、あれ良かったですね。ラブラブで幸せいっぱい、みんなが憧れるうん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 が詰め込まれてた、うん、なんかそこが全て持ってったなって思いました。だよね。この映画はドキドキハラハラは少ないけど、かっこいい、かわいい、キュンキュンを安心して楽しめる作品だなって思いました。だからそれぞれ好きなシーンとか好きな場面とかをチョイスして楽しむのがいい見方なんじゃないかなって思います、うんうん、一個聞いてみたいことがあって、はい、2人がデートしてるシーンの中で、なおちゃんがおにせくんの口についたクレープのクリーム、うん、手で取ってあげてたじゃない、うん、直接手でいける？いやー、私は無理ですかね、無理かなとかって取られたくもないし取りたくもない。ダメ、それ言っちゃダメ。教えてくれるだけでいいかな。さとみんは？他はそんなに抵抗ないかもしれないです。普通に多分全然紙とかでもハンカチとかでもいいんですけど、手でも問題はないかなって思っちゃいました。そっか、あれって付き合って1ヶ月とか2ヶ月ぐらいの頃になるのかな、うん、そんな付き合ったばっかりだと私は無理かなって、よっぽど好きっていうか心を許してないとハードル高いよ無理って、それを軽々超えていくとはこの二人ラブラブじゃんっ
ってやきもち焼いちゃいました。なんとなくでも個人差のような気がします、うん、別に特にそういうのも意識なくできる人はできるような気がするんですよね、うん、そういうことを日常的にやってる人とかだと、うん、ふっとやっちゃったりするのかななんても思ったり。そっか、妹や弟がいると自然とやる、うん、もしかしたらついあついてるよみたいな感じで、うん、なるほどね。意識しすぎか。この2人って距離の縮め具合がすごい自然というか早い、はい、本当に好き、信頼しきってるんだなって感じた。うん、最初から距離が本当に近いイメージがありました。だからそうちゃんが好きって言ってたけど、え、本当にそうちゃん好きなのってちょっと思っちゃいました。親子愛と恋愛をちょっと混同してた？してた、うんうん、自分の一番身近な大切な人っていう思いと、うん、恋愛感情との違いがまだ分からなかった頃。はい、最後に言ってましたもんね、そういう風に、うん、さあそろそろあのコーナー行きたいと思います。今回も勝手に続き考えました。ありがとうございます。まあ映画ですでに9年後を描いていたけど、うん、そうですね。っていうかそこもすごくなかったですか。少しずつバラを増やしてて、で、うん、108本になったら結婚しようってめっちゃ時間かかるやんって思いませんでした時間もそうなんだけど、あれって本当に好きじゃないとできないよね。だって高校3年生の中盤ぐらいからは30本を超えてくる、うん、高校3年生で毎月30本以上のバラを買うってお小遣いだけじゃ足りないよね、うん、大人になってからも最後の9ヶ月は100本超え、うん、大変。そういうことか、毎月か、はい、1ヶ月に1本ずつ増えていくってことだよね。あー、ね、そっか、はい、そういうことか。だからどんだけお小遣いを使ったのか、バイトしたのか。あー、私すごい勘違いしてました。1本ずつって増えていくっていうのはトータルでそういうんじゃなくって、1本ずつ毎月毎月渡していくのかなって思ってたんですよね。3ヶ月目が3本だったから4ヶ月目は4本で、あー、そこちゃんと見てなかった、うんうん、ってことだよね、はい、あー、そういうことか。最後が108本、その前は107本、その前が106本。本気で好きじゃないとできない。どんだけお金もかけたの。うん、お得意様ですねもう前と、ああの子が買いに来るから仕入れとかなきゃってお花屋さん思う心の強さに感動しちゃうよね。そうですよね、9年後ですもんね、すごい。さあ9年の思いを貫いて結ばれた2人に何が起きるのか行きたいと思います。はい、しほりんの勝手に続きを考えた。9年越しのプロポーズを受けた夜、家に帰ったなおは花瓶にお店からもらったバラの花を生けていた。その表情に笑顔はない。心配そうに見守る宗介。どれくらい時間が経っただろうか、ふーっと息を吐き意を消したように振り返ると、なおは今まで心に溜めていた思いを語り始める。その真剣な言葉を宗介は黙って受け止めた。翌朝、なおの姿は自分の部屋にもリビングにも店のカウンターにもどこにもなかった。カウンターの中で宗介が静かにコーヒーを入れていると、息を切らしたお店が飛び込んできた。なお、なおと叫びながら探し回るお店に、落ち着いてと言いながら宗介はコーヒーを差し出した。今朝なおからメールが届いたんですとスマホを見せるお店。そこには結婚は少し待ってと書かれていた。なおのことを信じてほしいと頼む宗介。姿勢を正し、店は予定通りに始めさせてください、ここでこの場所でなおにお帰りって言ってやりたいんですと、お店は深々と頭を下げる。まさかなおより先に店を送り出すことになるとは思わなかったな。お店くん、君に任せる、よろしくと宗介も深々と頭を下げた。なおの帰りを待つお店のもとに、毎週末なおから写真が届く。不動産屋のおじさんとのツーショットから始まり、働くカフェの店長さん、同僚、近所のパン屋さんのご夫婦、犬の散歩をしている親子連れ、どの写真にも笑顔のなおが写っていた。2年余りが過ぎたある日、お店はカウンターの中でそわそわしていた。ゆっくりと開く店の扉、
そこにはナオの姿が。おかえりとナオを迎えるお店。ナオが懐かしそうに店内を見回すと、カウンターの上に広げて置かれた一冊のアルバムがあった。108つの笑顔受け取ったよと微笑むお店。心配かけてごめんね。でも私ビビリもヘタレも本当に卒業したよ。もう人見知りじゃない。守られるだけじゃなくって一緒に歩いていけるようになりたかったの。大ちゃん、私と結婚してください、と思いを告げるナオ。お店はアルバムを閉じ、ナオにそっと差し出す。その表紙には真っ赤な108本のバラの花束の絵が描かれていた。幸せそうに見つめ合っていると、クスクスと笑い声が聞こえてきた。店の入り口でかよちゃんとみさきが笑っている。二人は店に入ってくると、毎日のようにおにせくんに会いたいと愚痴を聞かされていたこと、なおの様子が知りたいと毎晩電話をかけてきたことをからかうようにバラす。内緒って約束したのにずるい、とむくれるなおとおにせ。カウンターの奥には楽しそうに話している4人を見守るソウスケ。ソウスケはおめでとうと近づき、そして続ける。でも結婚するのは俺の方が先かな、と。ソウスケの横には婚約指輪をはめた葵が微笑んでいた。幸せに包まれる店内。こうしてなおとおにせは新しい一歩を踏み出すのであった。おしまい。といった感じです。いかがでしたでしょうか。まさかもう一つあるとはって感じですよね。9年これ、いやこれで決着かと思ったら、また待たせるかみたいな。映画の中でね、おにせくんの成長はよくわかったんだけど、なおちゃんの方がいつも受け身な感じで、はい、成長したっていう印象が薄くて、多分実際は9年の間になおちゃんも成長してる。9年後のシーンでは髪型もストレートに変わって、それを表してたと思うんだけど、うん、なんかその辺が実感したくて、なおちゃん側っていうのは、あ、いいなって思いました。なおちゃん側がね、確かになかったですもんね、あんまり。でもこうつなげてくるかって思いながらにまにましながら聞きました。もうさすがです。ちょっと意味深な、導入から入り、本当えーって思いながら、え、めっちゃ、そう、めっちゃ笑顔で受けてたじゃない、受け取ってたじゃない花と思いながら、まあさすがに9年は待てないので、毎週にしてみました。毎週で2年ちょっと、よかった。満足していただけましたでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。よかったです。ではここまでにしたいと思います。以上、映画でおしゃべりのコーナーでした。あっという間のエンディング。サイトで今回の映画の原作ちょこっと立ち読みしちゃった。あ、でね、コミックの方のそうちゃんはちょっとクールなの。映画は優しいおじさんって感じだったじゃない、はい、でもコミックはかっこいいお兄さんって感じ、私の好みだったので、八巻全部読みたくなった。おー、理系な感じってことですかね、だってね、映画の中でも理系だったんだって思いましたもん、めっちゃ文系だと思ってたのに理系で驚いたみたいな一味違う、そうちゃんが楽しめそうです。はあ、コミック読んだ子に聞いてみたんだけど、やっぱりそうちゃんかっこいいって言ってたし、キュンキュンシーンというか、あ、かわいいって思えるエピソードがいっぱいだって。それ聞いちゃうと、あ、読みたいなって思いますよね。気になった方はぜひ読んでみてください。はい、では番組からの告知
銀ちゃん銀くんどんちゃんお願いします。金銀銅では皆さんからのメールを大募集しています。コーナーの感想ご意見などどんどん送ってください。番組ページのお問い合わせボタンをクリックするとメールが送れます。番組内で採用された方には金銀銅オリジナルグッズをプレゼント。もちろん番組ブログへの書き込みもお待ちしています。ありがとうございます。あとね、私オニセくんの髪を赤くしている理由も好きだったな。いいですね。戦隊もののレッドに憧れているからっていうね。まさかのみたいなね。あのエピソードだけでオニセくんの人柄がすっごい伝わった。あの表現考えた人すごいって感動しちゃった。優しくって正義感が強くて一直線で、はい、そして純粋、うん、でも若干なんかもう私の中でアホだったんだっていう方がガーンときちゃってそっかみたいな。純粋って言って純粋ですよね。そうですよね。そう、私の中ではそっちが占めてしまってそっかって思っちゃって、はい、可愛かったですけどね、うん、可愛いし一発で人間性わかる、いい子だっていうのがわかります、うん、まさかの理由ということで今回取り上げました映画ハニー、ほんわか楽しめる映画なのでまだ見てないよという方はよかったら見てみてください。ではここまでにしたいと思います。それでは次回も金銀銅。この番組は銀プロダクションの協力でお送りしました。おしまい。